僕が連合艦隊司令長官だったらどう、連合艦隊司令長官だったら、ただ、まあ、その、真珠湾攻撃の時に、オイルタンク。オイルタンクを破壊せよって、僕は言いますよね。で、オイル、ハワイにあるオイルタンクを破壊することによって、向こうの動きが、いくらかストップするはずだから。それを、それなんでやらんかったんかな。それは不思議。本当は空母やりたかったけど、空母いなかった。から、まあ、戦艦などをやったわけやけれど。あと飛行場とかね。オイルタンクをやれって僕は言いますよね。僕が連合艦隊司令長官だったら。あれなんでやらんかったんやろ。そこが不思議。なんでやろ。それをやるのは卑怯や思ったんかな。まあ、それをやるのは卑怯やって思ってたんやったら、その次、オイルタンクの破壊、いや、それをやってからその流れでじゃないと難しいからね。ちょっとね、こう、まあ、戦争で初めの方は、こう、いろいろこう、マナーがあるわけやけど、長引けば長引くほど、そのマナーがもうむちゃくちゃになっていくっていう、そういうのが感じられますよね。